スパイクはイスラエルのラファエルアドバンスドディフェンスシステムズ社によって開発された第3世代対戦車ミサイルである。スパイク対戦車ミサイルの断面図スパイクは発射後に自動誘導されるいわゆる打ちっぱなし能力を備えたミサイルである。また誘導方式は赤外線画像シーカーを用いた赤外線ホーミング。さらにスパイクの派生型では ミサイル本体と発射機に備えられた光、ファイバーケーブルにより高い射撃、進路修正観測能力を持つものもある。弾頭は、成形作薬弾を2つ重ねた、タンデムヒートで、戦闘のヒートが爆発反応装甲を爆発させ、2番目のヒートが敵の主装甲を貫徹する。発射は、ソフトローン知識で、 爆発の力ではなく圧縮ガスによって出され、ロケットモーターに転化する。これにより、バックブラストを軽減しており、より狭い場所からでも、発射可能で紫外線に有利な特徴となっている。スパイクは、主に2つのサブシステムから構成される。すなわち、三脚付き発射台と射撃完成システム及び、ミサイル本体である。全体での重量は長射程型の MR。 LR の場合は 26kg。重量削減はサーマルサイトを撤廃することで実現する。このミサイルは、不評が三脚付き発射台を用いるか、あるいは装甲車にマウントされた発射機から用いられる。さらに、フランスでスペルウェール UAV への装備が試みられている。また、スパイク ER 以降のモデルは攻撃ヘリコプターへの装備も行われており、 イスラエル空軍は R-1 や R-64 に搭載している。他、スペイン陸軍はティーガーに、イタリア陸軍は A-129 マングスタに装備させている。また、同じラファエル社によって開発された遠隔操作式砲塔ユニットであるサムソン RCWS-30 や台風に組み込んだ状態での運用も行われている。このミサイルは、 多くの陸軍で旧式化したミラニア、ドラゴンなどの第二世代対戦車ミサイルを置き換えた。ヨーロッパでの販売を容易にするため、ドイツにユーロスパイク GMBH 社が設立された。この会社の持ち株比率は、ディールディフェンス社40%、ラインメタル社40%、ルカ BV 社が20%である。所在地は、バイエルン州のレイテンバッハアンデアペイグニッツ。 フィンランドのスパイク ER イスラエル軍のペレフ、自走対戦車ミサイル韓国のスパイクンローズミサイルの発射の様子はマイナス 64D に搭載されたスパイクンローズ。ありがとうございます。